こんな地面で眠ってしまったんですね。起きなければ。あれ、体がないんですけど、誰か助けて。助けて。最近便秘気味だし、体だるおも。あら、うもちゃんじゃない。え、誰かが助けを呼んでる。行くわよ、うもちゃん。こっちね。はぁ、ふぅ、誰か助けて。誰か、ふぅ。なになに、ん、ここね。っていうか、この人か。うもちゃん、帰るわよ。ちょっと待った。やめてよ。助けに来てくれたんじゃないんですか。わかったわよ。え、目が覚めたら体がなかったんです。頭だけありました。体を見つけてください。頭どこにあったのよ。ここです。あれ、体が砂ね。この中にあるんじゃないの。体がちょっと掘ってみるわよ。これは事件です。事件？事件あるところにねね探偵あり。見た目は乳幼児、頭脳は大人、名探偵。なんでいつもここだけ言わせてくれないのよ。いいじゃん。さてさて、頭はあるのよね。体はない。いつここで寝たの？覚えてません。ってことは、誰かに薬を飲まされてバラバラにされて頭だけここに置かれた。何の目的でここに置かれた？何の目的でこの変な人を。何か言いましたか？静かにして。何なのかしらね。ピッカラピコです。こんにちは、ねねちゃん。あら、なんかいつもと雰囲気違いますね。しかも珍しいメンバーですこと。犯人は現場に戻ってくる。え、犯人は現場に戻ってくる。なんですか？みんなよく聞いて、犯人はガラピコ、あなたよ。ピ、なんでですか？ガラピコ今来たばかりですよ。犯人って何ですか？何があったんですか？とぼけないで。このおっさんの体はどこへやったの？なぜ頭だけここに捨てたの？あら、ほんとだ。この人うるさいから早く体を返しなさいよ。ピ、なるほど、体がなくなったんですね。ずいぶん詳しいわね。やっぱりガラピコが犯人。ちょっと待ってくださいよ。今のはねねちゃんが言った情報ですよ。ああ、そう。何か匂いがしますね。これは…整いました。この匂いはお酒の匂いです。皆さん、集まってください。集まってるわよ、最初から。犯人は誰でもありません。なんで？誰でもないなら、なんでこんなことになってるのよ。犯人がいるとすると考える人、あなた本人です。え、どうしてですか？あなた前の日お酒飲みませんでしたか？お酒、やっぱ酒はうまいよな。お前もっと飲め。ビルちゃん、飲みすぎだよ。まあまあいいから飲め。ほら、次の店行くぞ。ビルちゃん、まあたまにはいいか。待て待て、飲みましたでしょう。ということで、皆さんこっちに来てください。こっちです。わかったわよ、行くわよ、おもちゃん。ちょっと、誰か私のこと連れてってくださいよ。はい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 、忘れてました。行きましょう。あれ、ここいつもの場所じゃない。よいしょよいしょよいしょ。ひどいです。もう少し大事に扱ってください。あ、すいませんね。で、何なのよ、ガラピコ。見てくださいよ。え、はあ、これってこの人の体じゃない。そうです、体はなくなっていなかったんです。体は元の場所にあったんです。お酒に酔っ払って何らかの形で頭だけが転がっていったのでしょう。体の形の砂は分かりませんけどね。さあ、元に戻してあげましょう。いかがですか？調子いいです。よかった、ありがとうございます。本当に人騒がせというか、ロボ騒がせというか。まあでも、何はともあれ、私のおかげで解決したってことよね。またそんなこと言って。私の顔映ってませんけど。うるさい。とにかく解決してよかったですね。あ、ガラピコ、用事があったんです。さようなら。あ、急がなきゃ。さようなら。みんなも何か困ったことがあったら、ねね探偵に連絡をちょうだいね。私があっという間にパパパ
後まで見てくれてありがとうございます。このかわいいこぶたさんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そうよ。